士と部下が合体しただと。始めよう。状況を把握しろ。エリちゃんと先輩はナイトアイが守ってくれてる。相澤先生はいない。白フードのやつも。さっき部下と融合した。さっきまであった傷も消えてる。最低の気分だが、さっきよりはいくらかマシだな。悲しい人生だったな、ルミリオン。エリに、俺に関わらなければ個性を永遠に失うこともなかった。夢にかかったままでいられた。永遠に失う。失ってなお粘って、そしてその結果が仲間を巻き込み全員死ぬだけなんてな。動きが読めない。アイアンソウルじゃなかったら貫かれてた。怪我だけじゃなく疲労も修復されてるのか。力と速さ、それだけだ。こいつの相手は私がする。貴様はルミリオンとエリシャンを。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。1秒先の未来だけを見て動く。異なる行動を取れば、行動の先の道と分かっておる。それが最善手。重いだろ。まだそうだろ。制圧する。これしきれ。そこからじゃあうがっ、近づく。見抜いた。ここだろ。読めと。恐れ。予測済みだ。読まれているのか。避けられない。諦められるか。重いだ。ここだ。受け切れない。読まれているのか。破壊を。そうだ。予知して。俺の。ウィン。見た通りの結果だ。手数を封じつつ距離を詰める。地形変形はさせない。イレイザーをどこへやった。側近もいないの。個性を消すヒーローには興味があるんでね。ビップルームに案内しといたよ。他人の個性を壊し浸っている人間が個性を消されるのを恐れているのか。永遠というのは、銃弾は完成していてルミリオンに使用したということか。それを隠すためにこそこそ逃げようとしていたと思っていたが、よっぽどルミリオンが怖かったか。エリちゃんと先輩を安全なとこ始めよう。エリちゃん、先輩、動けますか。早くここから知咲と距離を置かないと。もういいです。ごめんなさい。さあ、未来は変えられない。私はすがるように知咲の行く末を見た。敗色濃厚の中、一縷の望みをかけ、どうか少女は助かり、少年たちも無事に。知咲が負けて逮捕される未来を。絶望。終わりだ。出るか。20%。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。未来は変えられない。過去何度も試したんだ。別の行動をとっておく。
結果が先送りされるだけで長くて済む。帳尻を合わせるようにも戻され、未来が分岐することはない。イリオン、私の教え、私を信じてくれて強くなったお前を誇りに。お前の守りたいもの、無事を。せっかく邪魔してる。計画は狂わない。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。未来は変えられない。過去何度も試したことだ。別の行動を取っても結果が先送りされるだけで長くて数分。帳尻を合わせるのも元の流れを戻せ、未来が分岐することはない。見てよ、私の教え、私を信じてくれて強くなったお前を。今はどうか、お前とお前の守りたいものの血を。まだ俺は足はどうし回せる、叩きつける、シュート、破壊よ、邪魔なんだよ。まだこれで出せる。破壊よ、邪魔なんだよ。殺す、速度を上げて。遅いな、消えろ。倒せ、遅いな。速度を上げて次、来る、倒れ。俺のウィー、いいぞ、コツ掴んできてる。お前らが来て事態が悪化してること気づいてるだろう。諦めろ、俺の言った通りになるだけだ。全員死。そんなことさせない。そう決まっていたとしても、その未来をねじ曲げる。こいつは死んでもエリちゃんを諦めない。時間はかけられない。ダメージを稼いでも修復される。一撃で脳天一撃、マンチェスタースマッシュ。いくら早かろうが、先の二人に比べれば動きの線が素直で見えやすい。たく、修復といってもバラす瞬間はしっかり痛いんだ。もうやめだ。お前のせいでまた死ぬぞ。これが望みなのか、エリー。私は望んでない。エリちゃんと先輩。エリちゃんの保護は叶わず、私たちは地先に殺される未来。それでも緑谷、お前は始めよう。
エリー、こいつ一人でこの状況、なんとかなると思うか？思わない。ならお前はどうするべきだ？戻る。その代わり、みんなを元通りにして。そうだよな。自分のせいで他人が傷つくより、自分が傷つく方が楽だもん。まだルミリオン一人の方が望みはあったが、お前は求められてない。やはりワン・フォー・オールはミリオに継がせるべきだった。ミドリア、もう変えられない。エリちゃんの本は叶わない。見てしまった。私と貴様が殺される、チサキが逃げおおせる未来を。そうだとしても、余計なお世話ってのはヒーローの本質でもある。余計なお世話だとしても、君は泣いているじゃないか。誰も死なせない。君を助ける。ミドリア、それでもお前は。エリちゃんの。誰も死なせない。始めよう。チサキとの戦闘は困難を極め、逃がしたはずのエリちゃんまで戻ってきてしまった。でもここで諦めちゃいけない。諦められない。絶対助ける。そう決意した瞬間、突如天井に穴が開き、琉球たちが現れた。テク君、あれ、地上にいたはずじゃ。さっきのテク君は。作戦大成功です。国道もヒーローもせいぜい頑張ってください。ヴィラン連合が地上に。なぜ、もう何が何だか。ウラガさん、ナイトアイの保護頼む。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルで。まるで全てここから。邪魔だよ。たくさん。さあ、休みなく。足技だ。押していく。蹴飛ばせ。連れてこれんだ。蹴って。まだ。これで出せる。足技だ。蹴る。
ヒーローがマントを羽織るのは、痛くて辛くて苦しんでる女の子を包んであげるためだ。意識して掴んだわけではなかった。だが、諦めないルミリオンの姿に新たに芽生えた思いが、助からなくてはという思いが彼女を覚醒させる。塔型ミリオから紡がれ、彼女に今救われる覚悟が芽生えた。もういいのに、死んでほしくないのに。それでも私望んでいいのかもしれない。あの時僕は掴めなかった。もう離さないよ。返せ。離さない。もう絶対に離さない。あんなこともう絶対させない。誰にも心配させることのないくらい必ず勝って、必ず助ける。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルで落ちろ。蹴る、蹴りだ。見え見えだ。邪魔ばかり。壊した。落ちていく。ゼル、シュート。ここか。おお、これくらい。じゃあ、これなら。こんな。触るぞ。単純だな。僕は形を。なんじゃ。落ちていく。足で。蹴飛ばせ。蹴る。これで出せる。なんじゃ。やあ、蹴って。ほっ、加減に。つい蹴りだ。もうよせよ。入れ。加減に。止め。触るな。止め。止め。俺は世界よ。ウィン。いいぞ、こっち掴んできてる。ニューストーリー。さっきの蹴りで僕は 100% を出していた。なのに骨折してない。それどころか怪我も治ってる。君の力の…なんだ、この…体が内側から引っ張られてるみたいだ。人間を巻き戻す、それがエリだ。触れるもの全てが無へと巻き戻される。呪われてるんだよ、そいつの個性は。俺に渡せ。分解するしか止める術はない。絶対嫌だ。足が折れた瞬間に痛みよりも早く折れる前に戻してくれてたんだね。とっても優しい個性じゃないか。なら戻る以上のスピードで常に大怪我し続けていたら、ワン・フォー・オール・フル・カール 100%。 エリちゃん、力を貸してくれるかい。目の前の小さな王、始めよう。お前もエリも力の価値を分かってない。個性因子を消滅させ、人間を正常に戻し、個性で成り立つこの世界を、断りを壊すほどの力がエリだ。価値も分からんガキに利用できる代物じゃない。エリちゃんの力が強まってる。僕
ワン・フォー・オールを使った時と同じように扱い方を知らない状態でベタ踏みしてるんだ。僕にはオールマイトがいた、グラントリノがいた、友達も先生もお母さんもいた。でもエリちゃんはずっと一人で悩んでたんだ、戦ってたんだ。俺が崩すのはこの世界、その構造そのものだ。目の前の小さな正義だけの感情論だけのヒーロー気取りが俺の邪魔をするな。手の届く範囲は必ず助け出すんだ。目の前の小さな女の子一人救えないで、みんなを助けるヒーローになれるかよ。君が奴に向かっても勝てない。だから何もしやんのはちゃうやろ。未来なんて何かしてもわからんやろ。何としても罠の先にヒーローがいるはずだ。クロッパ頼む。メガキュー、ジョー、私と上へ向かってくれ。僕はその未来をねじ曲げる。みんなの未来を守り抜いてみせる。飛んでけ。スジ、負けられるなよ。飛べ。覚悟ができた。考えさせないぞ。お前を殺す。どへ。僕はまだ当てる。飛べ。負けられるかよ。たとえ無茶でも。ここまでされたのは初めて。エリちゃん、雑魚野郎が。やあ、ぶつかめ。そりゃゴミのくせに。ぶつかめ。セーフティー。やあ、飛べ。ぶつかめ。ここまでされたのは初めて。力を貸してくれるかい。叩く。
覚悟ができたか。届くぞ。どりゃ。でつかめ。でつくな。ここまでされたのは初めて。私の見た変えようのない未来だが、俺の邪魔をするな。運命なんかこの腕でねじ曲げてやる。誰も未来のことは
は目の前の小さな女の子救えないで、みんなを助けるヒーローになれるか。エリちゃんの保護が完了し、多くの怪我人が病院に。始めよう。エリちゃんを無事に保護し、チサキらを捕まえることができた。でも怪我人も多く、手放して喜べる状況ではない。特に病院に搬送されたナイトアイの状態は。ナイトアイ、私は君にひどいことを。私は抗う。君も抗ってくれ。これまでの償いをさせてくれ。償いなど、ミドリアが今日私に見せてくれた未来は不確かで、あなたは考えを改めてくれた。私はそれで十分。ただ思い残すのは。さあナイトアイ、ダメだ、生きてください。死ぬなんてダメだ。あなたが教えてくれたから強くなれたんだよ。こうして生きてるんだよ。俺にもっと教えてくれよ。死んじゃダメだって。最初は器として引き入れただけだが、私を慕い信じてくれるお前がいつしか私の誇りとなっていた。ミリオ、お前は大丈夫。お前は誰より立派なヒーローになってる。だから笑っていろ。元気とユーモアのない社会に明るい未来はやってこない。それから一夜明け、一足先に退院した僕は東方先輩のところに行った。いつもと変わらない笑顔の先輩がいたけど。先輩。分かってるさ、笑ってられるような心境じゃない。だからこそメソメソしない。だって俺はこの先立派なヒーローになるからな。俺が暗い顔してたらエリちゃんも辛いだろうしね。もし僕が個性を先輩に渡せるって言ったら、そしたら。いらないです。何をしょぼくれてんのか知らないけど、君はよくやった。ヒーローデクだよ。とにかく俺は大丈夫。ナイトアイの余地がついてるんだ。だからさ、笑っていようぜ。